コンシールファスナーの縫い方の説明をします。ファスナー付け位置の縫い代に補強のため接着芯を貼っていきます。幅は縫い代2センチにプラス5ミリの幅、長さは開き止まり位置よりも1センチぐらい長く貼っていきます。それぞれの縫い代の端にロックミシンをかけておきます。身頃を中表に合わせます。表に返した上に重ねて中表になるように合わせます。待ち針を留めたらファスナーの開き止まりから下の部分をミシンで縫っていきます。開き止まりより下の部分がミシンで縫えたらファスナー付け位置を開き止まりまで出来上がりに合わせて縫っていきます。ファスナー付け位置をミシンで縫いました。後でミシン糸をほどくため大きめの針目で返し縫いはなしで縫います。縫い代にアイロンをかけていきます。縫い代は割ってアイロンをかけます。縫い代にファスナーを合わせる線を書いていきます。縫い目から両側1センチの幅、ファスナーの開き止まりまで線を書いていきます。縫い代にコンシールファスナーを合わせていきます。コンシールファスナーの下の留め具を下の方まで移動しておきます。先ほど書いた線の位置にファスナーの端を合わせて乗せていきます。ファスナーの裏側が上側に来るように合わせていきます。ファスナーの台布の端と身ごろの端を合わせていきます。しつけ糸でファスナーを端から開き止まりまで縫い付けていきます。縫い代だけに縫っていくので身ごろを縫わないように気をつけます。ここでポイントです。ファスナーの下まで縫わずに開き止まり位置でずれないようにしっかり玉留めをしていきます。しつけ糸でしっかりファスナーを留めたら先ほど縫ったミシン糸をほどいていきます。ファスナー付け位置のミシン目をほどきました。次にファスナーを縫っていきます。表側を出してファスナーの引き手を下まで下げていきます。開き止まりのところから引き手を中に入れ込みます。身ごろをめくって出てきている引き手を引っ張ってファスナーの下側まで移動します。ファスナー付け位置の縫い代を広げてファスナーの虫の根元をミシンで縫っていきます。ファスナーを縫うときはこのようなコンシールファスナー専用の押さえ金に変えて縫っていきます。押さえ金とファスナーを合わせていきます。虫の部分を広げて虫の根元に針を合わせていきます。押さえ金をゆっくり下ろしていきます。返し縫いをして縫い始めます。虫を少し広げながらゆっくり続きを縫っていきます。ファスナーの開き止まり位置で返し縫いをして縫い留めます。裏側はこのような縫い目になっています。もう片方のファスナーも同様に上の部分から縫っていきます。先ほどと反対側の溝に合わせます。両側のファスナーがミシンで縫えました。ファスナーの引き手を開き止まりの位置から中に入れ込みます。引き手を引いてファスナーを締めます。しつけ糸を抜いていきます。ファスナーの留め具を開き止まりの位置まで移動させます。開き止まりの位置まで
移動できたらペンチで締めます。コンシールファスナーがつきました。見返しをつけていきます。見返しの端にはロックミシンをかけておきます。身ごろと見返しを中表に合わせます。待ち針を留めたらファスナー部分の縫い代は見返しの出来上がり位置よりも5ミリずらして折って合わせていきます。ファスナーをつけた縫い代を広げて出来上がり位置に合わせて中表に折り返します。折り返した端から出来上がり位置をミシンで縫っていきます。両側がミシンで縫えました。表に返していきます。見返しを裏側に返してアイロンをかけていきます。その時に表から見返しが見えないように少し控えてアイロンをかけていきます。端にミシンでステッチをかけました。見返しの端の部分は引き手がかからないように5ミリずらしたまま手まつりで縫っていきます。両側のまつり縫いができました。コンシールファスナーの完成です。